北畠明家、北畠明家は、鎌倉時代末期から南北朝時代の苦行、武将、人能政党期を表した、純三皇、北畠地下夫佐の長男、母は不将。下には、正二位、県大納言県鎮呪府大将軍、増寿一位、右大臣。県武新政下において、ノリナガ神を報じて、道の区国に下校した。足利高氏が、 県務政権に反したため成城し、日大義貞役野木正主らと協力して、これを経で破り、九州に追いやった。やがて認知に戻るも、高氏が再挙して南北朝が分立するに及び、再びこれを打とうとして成城し、鎌倉を陥落させ、上落しようと進撃した。以後、伊勢、大和などを中心に、北朝軍相手に果敢に挑むもついに、泉国境裏。 石積に追い詰められ、奮戦の末に打ち取られて戦死した。死後、明治時代に、秋江を主催神とする両前神社と、安倍の神社が建設され、これらは、県務中高十五社となった。文法2年、1318年3月2日、北畠近房の長男として生まれた。父の近房は、後の三房の一人として、後醍醐天皇に近似した人物である。 元王三年、1321年1月、秋家は三歳で助釈された後、様々な官職を歴任し、元皇二年、昭教元年、1332年12歳までに、十三未三議左近の中将となった。14歳で、三議は他に先例がなく、中原氏、守の日記、四守記では、幼年人、三議に任ずる例として、高原二年、 千二百五十七年十一月に十五歳で、賛義となった、四条竜武氏ともに記されている。元孔元年、千三百三十一年三月、五代五天皇が、西恩寺公衆の北山台に行行した際、秋江もこれに教し両王を待った。増スカでは、この時三角も笛を吹き、秋江が迷えた後、全関白である二条道平が、自身の勾配の上着、 二愛の衣を褒美として与えたという。このように、秋江は、史上最年少で賛義に任じられるなど、洗礼のない昇進を示し、父親ぶ同様に順調に出世をしていった。これは、秋江の才覚が幼少期から人々に認められて、いたからこそであろうと考えられる。現行三年、正京二年、1333年5月、新田義貞が、 鎌倉幕府を滅ぼした後、秋家は、地下房と共に開始された、兼務の申請を補佐していた。同年8月5日、秋家は、13位、むつ守れとなる。10月10日、正三位に除任され、10月20日、五代醐天皇の御子である、の永親王、後の小村上天皇を奉じ、父と共に、道の区へ下校した。11月29日、 道の区国の多賀城、宮城県多賀城市に到着し、東北地方の統治を始める。翌県無元年、1334年8月、秋家は、津軽における北条死残党の追悼を、開始、11月19日までに、これを滅ぼし、12月17日には、津軽平定の功績によって、十二位に除任された。県無2年、 1335年11月12日、陳寿府将軍に任せられる。それに先んじて、7月には、東国では、北条資山党による、中仙台の乱が勃発していたが、8月までに、足利高氏が乱を平定していた。同月30日、高氏は、芝課長を、欧州官令としたが、これは明らかに、秋家を牽制するものであった。 その後、11月に、朝廷は、高氏の追悼を戦し、新田義貞を総大将とする軍勢を鎌倉へと派遣したが、12月まで足利方に破られた。高氏は義貞を追撃し、刑へと迫る勢いであった。12月22日、秋家は、ノ長ナガを法じ欧州の兵を引き連れ、高氏軍を追って、状況を開始する。 太平記によるとその兵数は5万であった。翌剣無3年、1336年1月2日、秋家軍は鎌倉を攻め、足利義明、桃井忠しの軍勢を破り、鎌倉を占領した。翌日、佐竹貞義が秋家の追撃に向かったため、秋家は鎌倉を出て、進撃を開始した。その後、1月6日には、東東海に到着し、 12日に、大見越川に到着した。なお、秋家の軍勢はこの時、1日に平均4 0キロメートル弱も移動して6 0 0キロメートルに及ぶ、長距離をわずか半月でかけており、途上などが続く中1日3 0キロメートルのペースを維持している。これは、後の橋場秀吉の中国大が石を遥かに超える、日本屈指の強行軍である。 その後、秋家軍は、琵琶湖を一日かけて渡り、翌十三日に、坂本で、新田義貞、楠木正重と合流し、秋家は彼らと軍議を開いた。なお、秋家は、坂本の安宮に指向し、五醍五邸に越見した。一月十六日、秋家と義貞の連合軍は、御城寺を攻め、足利方の軍勢を破り、軍を率いていた。 細川忠自然は逃げた。さらには、高諸直と関山で戦闘した。その後も戦闘は続いたが、1月27日から30日の戦いで、吉貞、正重と共に、高氏を破り、京から退去させることに成功する。2月4日、秋江は、江門忠だしけびしに任じられ、さらには、翌5日には、大将軍の号を賜り、陳府大将軍となった。 同日に秋家は、吉沢と共に、高氏、忠義を追悼するため京都を出撃した。2月10日から11日にかけて、再度の入京を目指す高氏を、摂津国豊島河原で破り、高氏は、九州へと落ち延びた、豊島河原合戦。その後、秋家は、吉沢と共に、足利軍を追撃し、各地を転戦した後、2月14日に京へと、凱旋した。 3月2日、秋家は、県中納言に任官し、3月20日あるいは24日に、足利方を相当するため再び欧州へ戻る。その期と、相模で足利方の柴課長の妨害を受けるが、4月には、これを破っている。5月、秋家は、相馬市を破り、欧州へと帰還した。この間、秋家と共闘した、吉定、正重が九州から北上した高に、 港川で敗れ、港川の戦い、正重は命を落とし、吉定は、古代五帝らと共に、比叡山へと逃げた。同年9月、武蔵国小玉郡仙賢山、別名、大久保山周辺域、県埼玉県本城市から小玉町一帯で、浅美山合戦を起こす。現行日記によれば、この戦は、官軍が、皆有利とある。遠遠2年、4年、 1337年1月、父の北畠近房から伊勢へ来園する文書が送られた。同月8日、秋家は国府を、両前、福島県相馬市及び、伊達市の霊山城に移した。同じ頃、後醍醐天皇からも、前年12月に送られた京都奪還の臨時が届き、直命を受けた秋家は25日に報道書を送った。その中で秋家は、霊山城が、 敵に囲まれており、なおかつ欧州が安定してないので、すぐに上落はできない。脇や義助と連絡を取り合っていると返答している。8月11日、秋家は、ノリナガ神脳を報じて、霊山城を立ち、上落するために、再び南下した。太平記によると、この時の軍勢は、欧州54軍から招集され、その兵数は10万余機であったという。 8月19日、秋家軍は白川関を越えて下月に入ると、立行朝、中村協調の軍を中心に、12月8日には、足利法の小山城を陥落させ、小山浅里を捕らえた。秋家は、足利法の大軍を、12月13日に利根川で、利根川の戦い、12月16日に、安保原でそれぞれ破った、安保原の戦い。ついには、 北朝方にいた、宇都宮金綱も、秋家軍に加わった。12月23日、秋家率いる軍勢は、鎌倉を攻撃、翌24日までに、これを攻略した。この際、柴課長は討ち取られ、足利義明、上杉の明、桃井忠し高重茂らは、鎌倉を捨てて、暴走方面に脱出した。鎌倉を陥落させた。 秋江軍には、新田義貞の息子、新田義雄、さらには、北条時行が合流するなど勝ちに乗じて、膨れ上がった。太平記によると、関東一円から秋江のもとに軍事が派生参じ、その数は50万に上ったというが、これは誇張であると考えられる。いずれにせよ、秋江の軍勢は大軍であったことには、変わりなく、秋江は勢いに乗じて、鎌倉から成城を開始する。 太平記によると、秋き家の軍は徹底的な略奪を行いながら行軍し、秋き家軍が通った後には人家どころか草木も残らなかったという。同期では、これらの行動を恥知らずの恵比寿の軍勢であるから、と批判的に説明しているが、霊山包囲などの苦境からの出撃により、物資が絶対的に不足していたという事情も伺われる。延元三年、略王元年。 1338年1月2日に、秋家は、鎌倉を出発し、1月12日に、東東海国橋本に、1月21日に、尾張国に到着し、翌日に、黒田塾へと入った。対する足利方は守護らをかき集めた軍勢を組織し、対抗したが、1月28日までに秋家はこれを、美の国青の原の戦い、現、岐阜県大垣市で、 徹底的に打ち破る。一時は総大将の時来園が行方不明になるほどの大損害を敵に与えたが、この戦いによる兵力の減少や疲弊により計、攻略を諦め、2月には伊勢に交代した。大兵器は、秋江が伊勢ではなく、越前に向かい、吉沢と合流すれば正気はあった。越前に合流しなかったのは、 秋家が吉沢に手柄を取られてしまうことを嫌がったからだと記述している。佐藤真一は、秋家とその父親母ともに、貴族意識が強く、武士に否定的であったため、吉沢と合流することを嫌ったからだ、としている。また、この時、北畠軍の中にいた、北条時行にとって吉沢は、一族の仇であり、彼が合流に強く反対したため合流が、 果たせなかったと解釈した。佐藤真一の見解について、奥富隆行は、北畠軍には、吉瀬田の次男吉沖もいたことから、北条時行に、吉瀬田への敵意、厭査はなく、時行が反対したとは考えられないと反論している。また、太平記の記述については、秋家は吉瀬田に手柄を取られることを嫌がって、新軍の段取りを変えるような人物ではなく、 さらに、秋江は吉沢よりも感触が高いことから、手柄を取られるなどと、そもそも考えるはずがないとして、明らかに誤りであると指摘している。吉沢と秋江に対立があったかどうかについては、資料からは、明確に読み通れない。また、越前へ向かう工程は難路であり、峯岸澄夫は、その工程の困難さから越前に向かう選択肢は、考えられない指摘する。奥富は、 佐藤和彦の見解を、政国にかなり迫っていると評した上で、秋家は、わざと寄り道をして、足利の注意を引きつけると同時に、吉貞が拒兵する時間稼ぎをしたのではないかと、見解を示している。一方、峰岸はむしろ合流を拒んだのは、吉貞の方で、吉貞と北畠親子の間には、やはり、何らかの確執があり、両者は、 不信関係にあったのではないかと推測している。さらには、吉貞がいる越前は未だ安定しておらず、吉貞は上落よりも越前の制圧、平定を重視していたとも考えられる。この当時、足利側の構成は激しく、連帯感も取れていた。そのため、吉貞も秋家も目の前の敵の相手をするのが精一杯であり、互いに共同戦線を展開できるほどの余裕は、 残されていなかったとも指摘される。佐藤和彦は、北畠地下房は、伊勢に勢力を持っており、勝利したとはいえ疲弊していた秋江は、伊勢にある北畠氏と関連の深い諸豪族を頼る、ため伊勢に向かったと推測した。2月4日、高氏の命により、高氏対、諸冬、細川頼春、佐々木氏より、高氏らが、秋江軍討伐のため系を進撃した。 2月14日及び16日、秋家は北朝軍と伊勢国雲津川及び串田川で戦ったが決着はつかなかった。2月21日、秋家は辰野市及び三条口に戦って大和を占領するが、28日に半若坂の戦いで激戦の末に北朝方の桃井正常に敗れた。そのため、秋家はノリ親王を密かに吉野へ送った。 一方、河内国に退いた秋江は、伊達行朝、田村明正と共に、戦力再建を図った。秋江は、摂津国天皇寺に軍を、集結、3月8日に、天皇寺の戦いで勝利した。だが、3月13日に、欧州軍は朝方と再び、天皇寺、安倍の及び河内方の、方の、米、方の友で戦い、翌14日に、 天皇寺で敗れた。三月十五日に、秋家軍は、渡辺の戦いで勝利したものの、翌十六日に、安倍野で戦い敗れ、泉国に転戦した。三月二十一日、軍を立て直した、河諸なおはこれを追撃し南へと向かった。三月二十二日、秋家は、南朝から西二位、県大納言に助任されている。同日、南朝は、 九州の阿蘇これ時に出兵を要請し、秋江を救援するように命じている。だが、これ時は出兵せず、4月27日に、南朝はこれ時に再度出兵を命じている。5月6日、欧州軍は、泉坂井浦の町屋を焼き、5月8日には、泉坂本郷並びに、観音寺に白角を構え、翌9日には、欧州軍は、熊取り、 佐野、長崎の各地に進撃し、北朝方の細川武氏、ひねの毛利寺、田代元津なら地の北朝方勢力と交戦を続けた。この間、5月10日に秋江は、東国経営の上層文を奏した。5月15日には再び、後大醐天皇に、感想文を上奏。これが後日の、秋江感想文である。秋軍は、で奮戦していたが、 これに対して秋家討伐に向かった、孔諸直は、5月16日に天皇寺から坂浦に向かって出撃した。5月22日、坂浦で両軍は激突した、石津の戦い。秋家軍は前線したものの連戦の疲労に加えて、北朝方に着いた瀬戸内海水軍の支援攻撃を受けて苦境に立たされる。その上、 予定していた味方の援軍到着遅延も、相まって、この戦いでは劣勢に回り全軍は改装した。その後、秋江は、共回り、東に百0機と共に、石津できた朝方に包囲された。残り少ない秋江軍は、決死の戦いを挑みなおも奮戦したが、秋江は落馬し、ついに討ち取られた。去年二十一、秋江のほか、彼に随行していた。 名は吉高、南部市行らも戦死した。秋家の死によって南朝は、同年おる七月の吉貞の死と、相まって、大打撃を受けた。その一方で、北朝方の室町幕府は中央のみならず、秋家の根拠地であった欧州においても有利な、戦いを進めていくことになった。秋家の死後、六月二十一日に、日之助ともの娘である妻は、 河内国関心寺で二となり、その母提を弔い続けた。うる七月二十六日に、弟の北畠明信は、南朝方によって、陳寿府将軍に任命され、九月に、伊勢国氏の北畠明吉を残し、森長親王を報じて、近藤紗良と共に、道の区へ向かった。だが、戦乱は、その途中に、暴風雨に巻き込まれ、秋信は森長親王と共に、 伊勢へ戻ったが、近房は、日立にたどり着き、北朝方と戦った、日立合戦。しかし、広告四年、公影二年、1343年11月、近房は、日立を捨て、吉野へと向かった。一方、伊勢に戻った秋信は、翌年に再び道の区へと向かい、秋江が拠点としていた、霊山城を中心に活動した。だが、平年、和年、 1347年霊山城が落城するなど、南朝勢力は次第に逼迫してゆく。関能の長乱によって起こった北朝側欧州官令の対立に乗じて、多賀国府を一時占拠するものの翌年には奪い回され、南朝勢力の回復には至らなかった。着南である秋成は、秋家の子ということもあって南朝からは相当工具されたとされるが、出家して、 太平記の一部を執筆、公越をしたとも、欧州に留まり波岡北場岳氏の祖となったとも、九州に下校して、金長新郎に従軍したともされ、自責が明確でない。一方、次男である試験の系統は時を過しとなったという。文化十四年、1817年、松平定信が秋家の慰霊するために霊山に、両前碑を建てた。明治維新後、 秋家の父親望が表した人能正当期を先駆とする広告士官が正当な歴史官として確立していくと難聴に忠誠を尽くしてきた秋家、新田義貞、楠木正主らが再評価されるようになる。1868年、明治元年、米沢藩の儒者、中山幸道と医師、西尾元淳が秋家らの英霊を祀る神社の創立の運動を起こし、 1876年、明治9年の明治天皇の東北巡行を機会として、道の区国府があったことにより、県務の申請に、ゆかりのある霊山が、選定。1880年、明治13年6月に、霊山の西方三六に、両前神社が造営された。1885年、明治18年にこれは、別格官兵舎に列せられ、県務中高十五社の一つとなった。 また、明治8年1875年に、安倍野に秋江を祀る祠が、地元の人々によって建てられた。これは、明治14年1881年11月16日に、秋江と近房の二人を祭人とする別格官平者となり、県務中高15社の一つ、安倍野神社となった。これとは別に、江戸時代に北畠の松江なる、 鈴木家継なる人物が、秋家、下房、秋信を共に、伊勢滝の祠に祭り、これは後に、北畠八万宮となった。明治十四年に、北畠八万宮は、孫社、北畠神社となり、昭和三年十一月十日に、別格官兵社に昇格した。こちらは秋信を主催神とし、秋家は廃止となっている。 秋家は凛々しい美青年であったと後世に伝わるが、これは脚色された部分が強いだろうとされる。秋家の容姿に関する当時の記録では、迷子乱気の原稿元年に、秋家が五醍醐帝の北山大行行に伴って両王を待った際の記録がある。これには、秋家の容姿に関して、形も痛いけして、毛なりげに見えた前に、幼くて可愛らしく、態度は堂々としているとある。 とはいえ、秋江は、文武両道ともに優れた人物である。公家でありながらも、武将として、足利高氏といった、当時の武家らと互角に渡り合えるほどの卓越した、手腕と戦略眼を持ち合わせていた。また、若年ながらも、欧州の勇気、伊達といった、諸勢力を従わせるほどの政治手腕も持ち合わせた。秋江は、南朝軍総大将の日田義貞と同様に、 五代後醍醐天皇から期待された存在であった。そして、秋江は何よりも、現実を見つめていた。五代後醍醐帝をいさめた、感想文、秋江感想文は名文書として有名であり、剣務の申請における天皇の政治の矛盾、一部側近らの応募を厳しく批判していた。また、戦国時代の大名、武田信玄よりも先に、風林火山の旗印を用いたとされる。 秋家は選出する七日前という直前の5月15日、五醍醐天皇に対して、申請の失敗をいさめる、全7条の相乗文、秋家感想を残した。この相乗文は、北畑秋家相乗、北畑秋家上相文、北畑秋家感想文とも呼ばれる。第五次御法院には、第五次文書と呼ばれる文書が伝わるが、秋家の直筆ではなく、写しと見られている。 第五事文書は、第一条の最初の部分が欠けており、各条に第何条との記載がないため、全七条であったか否か明確でない。演技、転略に帰れをスローガンにした、兼務の申請だが、その内実は、総額の影響を受けた、五醍醐天皇による、君主独裁制に過ぎなかった。律令制以来の国家体制の再組織を狙い、官位相当制や、官職の世襲受け負制を打破して、 非正貴族層の解体を図る申請の改革は、秋家をはじめとする貴族層にも受け入れがたいものであった。感想文は、もしこの意見を聞き届けていただけないなら、自分は天皇のもとを辞して山中にこもると激烈な文章で結ばれている。秋家の憤りの強さ、そして感想文を送る上での覚悟が伺える内容となっている。日付イコール旧暦 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。